ホンダの C、ホンダインテグラインテグラは、ホンダ技研工業が製造販売するオートバイである。同社が大廃棄量のオートバイについて、世界的規模で市場調査を行ったところ以下の結果を見た。そこで、市街地走行やツーリングなどの乗用域で扱いやすい、快適で味わい深く燃費性能に優れたミドルクラス、求めやすい価格で提供をといった思想に重点を置いた。 ニューミットコンセプトを打ち立て開発された大型自動二輪車である。本校は2012年モデルについて解説を行う NC700SNC700X の姉妹車種である。このためコードネームが NC700D とされたほかエンジンダイヤモンド型フレームサスペンションなどの機能部品は NC700S と共用する。ただし、 インテグラはモーターサイクルとスクーターの融合をテーマにしたために、車体の前側はスクータータイプの外装カウルを採用した点が大きな特徴である。NC2 車種では通常の6速、マニュアルトランスミッションも選択可能であるが、インテグラでは自動変速と手動変速を選択できるセミオートマチックトランスミッションの DCT のみとなる。ほか、ブレーキは コンバインド ABS が標準装備される。このために NC2 車種とは以下の相違点がある。なおエンジンについては本題の C エンジンを参照のこと。2011年10月に欧州で日本国内では同年12月の東京モーターショーに市販予定者として展示。2012年4月17日正式発表、同月24日発売。 形式名 EBL RC62、いわゆる2012年モデルである。2013年3月12日には、同月15日から5月7日までの受注期間限定でカラーを変更した、スペシャルエディションの販売が発表された。2014年1月14日発表、同年2月7日発売。車両形式 EBL RC71。 いわゆる2014年モデルへのチェンジで以下の変更を実施。また車体とホイールのカラーを変更したインテグラ S が追加されたほか、同年4月14日発表、同月21日発売で ETC グリップヒーターを標準装備する E パッケージが追加設定された。2015年11月9日には NC シリーズの2016年モデルへの変更同様に、 本モデルも海外向け輸出仕様はトーカル LED 化マフラー並びに DCT プログラミングの変更などを実施することが発表されたが日本国内仕様は EBL RC71 型が継続して販売されていたがメーカーより生産終了が公表された。ありがとうございます。